2014年、山の口一本松遺跡で液状化現象の跡が発見されました。液状化現象とは、地震の揺れにより水を含んだ地層が液体化する現象です。これにより、地盤沈下や噴砂現象などが引き起こされます。山の口一本松遺跡の地層です。吹き上げてきたシラスが地層の中に広がっている様子が観察できます。吹き上げてきたシラスの広がりです。この液状化現象を引き起こした地震は縄文時代に起こったと考えられています。このような液状化現象の後は都の縄文地のあちこちで発見されています。大昔、都の縄文地を襲った巨大地震と液状化現象。この発見は私たちの町、都の城の未来を考える上で大きな手がかりとなるのではないでしょうか。山の口一本松遺跡については、都の城歴史資料館企画展、災害と向き合う人々で紹介しています。